キリエちゃん行っちゃえ。生まれさんが応援してくれている。そう、そうよ。ボールになんとも不思議な回転がかかった。シュート、これは決まったか。この時の奇妙な出来事を審判は後にこう語る。ええ、あんな光景は見たことがありませんでした。普通ボールはこんな風に反発して跳ね返りますよね。しかし回転したボールに柔らかい障害物、それが起こした奇跡的な動き、ボールは全く予測ができない動きをしました。そして見事チーム T のゴールへと入っていったんです。オンゴール、これはこれでよし。